京都中央電話局東京中央郵便局大阪中央郵便局吉田哲夫は日本の建築家庭園研究家としても知られる低信建築の先駆者の一人多くのモダニズム建築を設計した著書の日本の住宅は日本の伝統建築について西洋の言葉で書かれた出版物の中で最も影響力のあった一冊と言われる 富山県東都並郡副野町に郵便局長を務めることを官兵の三男として生まれる。中学卒業後は美術学校への進学を志望したが、兄の反対に相談年。旧制四校を経て、1919年、東京帝国大学建築学科を卒業。低心小経理局営前科に入った。同年、吉田義江と結婚。以後吉田生となる。 低新章には同時期に山田守らの春英が在籍していた。山田と共に低新章建築の前世を築き上げ、その建築は日本近代建築の普及に大きな影響を与えた。初期はドイツ表現主義やエストベリなど北欧建築の影響を受け、後にモダニズム建築の傑作を生み出した。 ブルーノ・タウトが来日した際は、カツラリキューなど各地を案内した。タウトは、吉田の設計した東京中央郵便局を、モダニズムの傑作と称えた。大正10年から、臨時電信電話建設局技師を務め、大正13年定心証技師となる。昭和6年から翌年までドイツで学ぶ。晩年に、独文や英文による、日本建築や日本庭園に関する著作は、 外国人研究者に工具読まれることになる。第二次世界大戦中は、低新章を辞して一時故郷に戻ったが、終戦後に上京。1946年、日本大学教授に就任した。1947年、宮内省匠寮の更新である、宮内府主伝寮工務課食卓、大宮御所御座章、設計担当。1949年、病気のため、 辞任脳腫瘍に侵され、寝たきり、状態の中、デアパナシャがある点、スウェーデンの建築家などを口実で表した。1953年、著書、日本の建築で、日本建築学会賞を受賞。これらの吉田の著作はドイツで出版され、日本の建築を欧米諸国に伝える一助となった。ドアノブに触れないほど神経質であり。 常に消毒液を持ち歩いていたという、ありがとうございます。